皆さんこんにちは。西本京子のうつほ物語講座第72回目です。今日からは源正頼家の家族会議ということについて、見ていきたいと思います。資料はいつものように説明欄からダウンロードできますので、どうぞご利用ください。またこの講座で使用している本文は、小学館新編日本古典文学全集のうつほ物語に依拠しております。さて、嵯峨院の巻は、うつほ物語の第5巻目に位置するとされている巻です。第4巻の春日詣の巻には、嵯峨邸から朱雀邸への御代替わりが叙述されていて、それ以降、嵯峨院の巻以降はすべて朱雀邸の御代を舞台として物語が繰り広げられています。そしてこの巻では、例えば中住が道母舞の当て宮への恋に苦悩するあまりに、同じ妹の八の君に打ち明けるといったことをしたり、あるいは、これまで読んできましたように、仲睦まじい愛妻のいる、仲頼が当て宮を垣間見してしまって心を奪われて、夫婦関係の危機に直面したりなど、すでに求婚者として登場していたものの、まだ詳しい事情に触れられていなかった人物たちの物語がいくつか語られています。こういったことについてはすでに読んできたわけですね。で、その一方でいよいよ東宮が正頼に直接当て宮を所望する意向を告げます。そのため正頼夫妻は朱雀邸に入内している長女の侍従伝女房を交えて当て宮入内の可否を話し合うということになっていくわけです。順番としては、これまで読んできた仲頼のお話よりも、この家族会議の場面の方が前に位置するということになります。嵯峨院の巻全体の流れを大まかに見てみますと、まず8月に、藤原の金政邸で住まいの主が帰り主がありまして、この時に仲頼をはじめとする求婚者たちが当て宮に次々と歌を送ったという場面と同時に、源の中住、つまり正頼の七男ですけれども、この人が妹八の君に実は道母舞の当て宮に恋をしているのだという、この道ならぬ恋について打ち明けるという場面が続いています。そして9月30日には東宮主催の斬菊の宴というのがありまして、ここで三鬼神の一人とされる神付宮が未だに偽当て宮を本物と思い込んで狂態を演じると、おかしな行動をとるといった場面が描かれた後で、東宮が当て宮の入内を正頼に直接所望すると、他の貴族たちが宴に参加している前で言ったので、周りの、同じく参加している、当て宮求婚者たちも動揺するという、そういった場面なんですけどね。こういった所望の場面がありまして、それで正頼が大宮や侍従伝と相談するということになります。この部分をこれから読んでいくわけですね。そしてこのあと11月、年末、正月と、正頼家の神楽や、それから、御度胸、それから乗り弓と続いていくわけですね。そしてこの乗り弓の時に仲頼が当て宮を垣間見てしまったことで、仲頼と、それから、その妻、そして貧乏貴族である、有原の、忠康のお話が、展開していくということになります。ここを、前回まで読んでいたわけですね。
そしてこの後、嵯峨野院の牧のおしまいには、嵯峨野院において、嵯峨野院の妃である、大妃の60の賀が、行われましたということになりまして、この、60の賀が嵯峨野院で行われているために、この牧全体が嵯峨野院という、名前になっているということになるわけです。今日から読むのは、この、9月、東宮の残菊の宴で、東宮が天宮入内を政頼に望んで、それを受けて政頼が家族と相談するというこのところ、この部分を読んでいくわけです。はい、それでは本文を見ていきましょう。かかるほどにこの久の君まだともかくもおぼし定めずいかにせましとおぼし煩うほどに東宮高世地にのたもうことたびたびになりぬれば大小のおとど宮に聞こえたもう。あてこそをいかにせましと思うに、東宮難、残りあるをだに忘るな、とのたもうをいかにせまし。宮、何かは、参らせんと思うを、人々の都合まついたもう宮なれば、いかにせまし。下に、かくやき、よきほどなりとて、いますめるを。ここにも、それを難思う。兵部教の宮、右大将などは、忠度にても、こともなき人にこそ安めれ。それも、意図せちにのたもうなれど。なお、この句をば、少し心ことに思えども、うちには自重殿さぶらいたもう、いかがはまたは。東宮には何かは、と思うを、意図時なる人々多くさぶらうなれば、ものしけれど、いかがは御口づから、のたまいつらんおば、かしこげにいなびきこえたまわん。おとど、さあり、何かは、かような宮遣いは、千人、あるいはちたりでもいいかと思いますけれども、ちたり、つこうまつれども、人のすくせにこそあらめ。あまたの中に、一人こそ、天使の親ともなるめれ。あまたたびのたもうを、ただいまの天使にこそはおわすめれ。受けたまわりしのぶれば、意図不憫なり。思うすこともあれ。ここにもさ、思うたまえたらん。みや、何かは、すくせは知らねども、さるまじらいせんにも、けしゅうは人に劣らじ。など、のたもう。はい、それでは、語句を確認しながら意味をとっていきましょう。残菊の宴で、東宮から、アテミアを入内させてほしいというお言葉があったわけですね。そんなこんながありまして、政頼はこの句の君まだともかくもおぼし定めずいかにせましとおぼし煩うほどにということで、かねてより、政頼は、模擬も済ませて、良い年頃になりつつあるアテミアの処遇、つまりは結婚について、まだ何も、決めていなかったので、どうしようかと、悩んでいたわけですね。そこに東宮から、高世地にのたもうことたびたびになりぬればということで、残菊の宴の折をはじめとして、何度もアテミアを入内させよという仰せがあったわけです。なので、大小の音の宮に聞こえたもうということで、大小は政頼のこと。そして宮というのは、その妻であり、アテミアのお母さんである、嵯峨野院女一の宮、大宮と呼ばれる女性ですね。この大宮に、相談したわけです。あてこそをいかにせましと思うに、アテミアの結婚をどうしようかと思っておりましたところ、東宮難、残りあるおだに忘るなとのたもうをいかにせまし。東宮から、残りあるおだにというのは、結婚していない残りの娘ということですね。この結婚していない娘について、私が婿候補であることを忘れてくれるなよと、私を婿候補に入れるのを忘れてくれるなよというふうに言ったわけですね。
でどうしましょうというように正頼は言いました。すると宮は何かは何を悩むことがありましょうか。参らせんと思うを、東宮に受胎させようと思いますけれども、でも人々の都合祭りたもう宮なればと、この人々というのは東宮の後宮にすでに受胎している女性たちのことを指しますね。たくさんの、妃たちがすでにお仕えしている、東宮様でいらっしゃるので、そこのところは、いかにしましせましということでどうしましょうかと、ちょっと悩んじゃいますねというんですね。現に書く良きほどなりとて今すめるを、本当に、このように、適齢期になってきて、すっかり、大人に育ってきておりますのに当て宮はということになりますね。そうすると、それを聞いて正頼もここにもそれを何思うと、私も、それを考えているのですということで、おそらく当て宮は年頃になってきているし、東宮から仰せがあるし、でも、東宮には、もうすでに、たくさんの身分の高い、素敵な、女性たちが受胎しているしというふうにいろいろと考えているんですと、同じことを悩んでいますっていうんですね。そしてもし東宮でないとすれば兵部卿の宮右大将などこそはということで、たくさん当て宮に求婚してきている人はいるんですけれども、中でも例えば兵部卿の宮というのは嵯峨の院の巫女のことですね。嵯峨の院の巫女で、そして大宮の道母邸でもあります。ですから、近い、血縁ではあるし、身分も高いし、そして人柄もよく分かって、いて素晴らしい人だというんですね。それから右大将、これは、藤原の兼政で、かつて子供時代に若子君と呼ばれた人ですね。中忠のお父さんということになります。血筋的にも、藤原太政大臣家の四男坊ということで非常に身分もいいわけですね。でこういった、人などは忠人にても忠人でもいいですけれども、忠人というのは帝や皇族に対して臣下を指しますので、この場合兵部卿の宮はさ、含まれませんね。特に、右大将などというのは臣下だと言っても、こともなき人にこそあんめれ、こともなしというのは、別格だという意味合いになって、つまりは非常に優れていると、つまり皇族としては、兵部卿の宮も、素晴らしいですし、それから、求婚している中で右大将殿などは臣下とはいえ、欠点のない非常に、優れた人物ですしというように、東宮に受胎させなかった、場合のことを、ここでちょっと考えているわけですね。で、大宮はこれを聞きまして、それも、意図世知にのたもうなれどと、その方々も、大層熱心に当て宮に、求婚してくださっているようですけれども、でもなおこの句をは少し心ことに思うというふうに言っています。この句というのはこれはアテミアのことですね。アテミアはやはり少し心ことということでちょっと別の筋にと、やはり進化ではなく特別な筋に結婚縁付けさせたいというふうに言うわけですね。ですから東宮でなかったらという、正頼の発言を暗に、退けているということでもないですけれども、ちょっと、気が進まないということを言っているわけですよね。そして、で少し心ことに、つまり、特別な筋に縁付けたいと思っているけれども、でもうちには侍従殿侍たも、このうちは、在位中の朱雀邸を指します。ですから、今在位中の、帝にはすで、に長女の侍従殿が、お仕えしておりますし、いかがはまたはということで、そこに重ねて、同じ娘を受胎させるというわけにはいきません。その点東宮には何かはと、
その点、東宮にはまだ娘を入内させていないので、問題ないとは思うものの、意図時なる人々多くさぶらうなれば、大変時なる、時は、ときめき栄えるということで、東宮の寵愛を得ている、妃たちが、たくさん、お仕えしているということですので、ということでなればというのは噂で聞いているということになりますね。ものしけれどと、ちょっと、その点気が進みませんと、ものしというのは抵抗を感じるという意味合いですね。ですから、少し気が進まない、抵抗があるというわけですね。でもそうは言っても、いかがは御口ずからのたまいつらんおば、どうして、東宮が、自らのお言葉として直接、受胎を要請して、くださって、いるのを賢げに稲荷聞こえたまわんと、賢げというのは逆しぶって、こうお断りするというかね、そういったことができましょうかというような意味合いになります。東宮ご自身が望んでいることなのですから、私たちの方からご辞退申し上げるなんていうような失礼はできませんし、というような言い方ですね。そして、それを聞きまして、政頼はまた言います。さありと、その通りですと。何かは、何を悩むことがありましょう。力づけてもらった感じですね。火曜の宮遣いは、地たり都合まつれども人のすくせにこそあらめ、このような、宮遣い、つまり、天皇や東宮に、高級に妃として入ってお仕えするという、そういった、宮遣いは、たとえ千人の、女性妃たちが、お仕えしているとしても、もうそこから先は人のすくせ。すくせというのは、基本的には前世からの因縁、祝縁ということを言いますけれども、ひいては、その人の運とか運命とかといった意味合いで用いられます。ですから、たとえ何人、ライバルがいたって、その人の運次第ですというんですね。たくさんの中で、例えば5人しかいなくても、あるいは1000人いたとしても、とにかくたった1人だけが、1人こそ天使の親ともなるメレ、天使というのは天皇のことですから、とにかく、数は問題ではなくて、たった1人だけが、天使の親、帝、天皇の親となるのです。あまた旅のたもうということで、もうこれまで何度も出ていますけれども、東宮から繰り返しアテミアを入内させろという、そういった仰せがあったことが強調されていますね。ただいまの天使にこそはお忘めれと、もう直にもう本当に遠からず即位なさる、そういったお方でもありますと。受けたまわり忍ぶれば、お言葉、仰せを受けたまわっておきながら、こちらからは何も、忍ぶというのは心の内に収めて、外に、表さないということで、東宮のご意向を伺っておきながら、そのままにしておいて、こちら側の意向を、示さないということでは意図不憫なり、不憫は、不都合であるということですので、とても、そんなことはとても良くないことです。思うすこともあれ、これは大宮が思っていることですね。つまり大宮がね、たくさん、東宮の寵愛を得ている、いわば、ライバルとなる、妃たちがもうすでにたくさん、いらっしゃるということが、少し、心配ですけれどもというのは、最もで、私もそれは心配しているけれども、でもここにもさ思うたまえたらんということで、大宮が、もう最初にね、東宮に、差し上げようと思っておりますというふうに言っておりますのでね、参らせんと思うをというふうに、最初の方で言っていますよね、大宮が。ですので、自分も同じことを心配してはいるものもいるものの、同じようにやはり、東宮に、受胎させよう、差し上げようというふうに思いますと。
というふうに言ったわけですね。それを聞いてミアは何かはと、何を悩むことがありましょう。スクセは知らねども、まあ、アテミアの運命、人の運命というものは分かりませんけれども、でもアテミアはサルマジライ、つまりは高級で東宮にお仕えしても、ケシューは人に劣らじと、ケシュー何々じというのは下に否定や反語を伴って対して何々ではないの意味ですから、アテミアは対して人に劣るまいというふうに言っているわけですけれども、これは遠慮がちに抑制して言っているわけで、たとえ1000人ライバルがいたとしても、アテミアが人に劣るとは思っていないわけですね。ですから大丈夫でしょうと、まあ大いに賞賛があるというふうに思っているわけですよね。こんなふうに話し合いがあって、政頼と大宮との間ではやはりアテミアは東宮に入内させましょうというような意向で一旦固まっているわけです。はい、それでは注釈を見ていきましょう。まず、政治に関与していく女性たちが描かれていることについてお話しします。東宮からアテミア入内を望まれた政頼は、まずアテミアのお母さんである大宮に相談します。そこで問題にされるのは、アテミアがすでに東宮以外にもたくさんの身分の高い人々から求婚を受けているということ。そして東宮の後宮にはすでに何人もの妃たちが入内して寵愛を受けているということ、この2つが問題にされているわけですね。このアテミア入内論議で注目したいのは、アテミアの結婚の行方に女性たちの意向が大きく作用しているということです。ここでは政頼から相談を受けた大宮がまず、いかがは御口ずからのたまえつらんおば、かしこげに稲引き声たまわんというふうに判断しています。東宮が直接おっしゃってくださっているのに、こちらからご辞退することなんてとてもできないでしょうというふうに判断しているんですね。そしてこの発言に後押しされる形で、政頼もさあり何かはと、そのおっしゃる通りですと、何の問題がありましょう、入内させましょうというように決断するわけです。またこの後、今後次回その次というふうに見ていくわけなんですけれども、公文でこの論議に参加してくる侍従殿も、また侍従殿女房ですね、より詳細な東宮の後宮情勢というものを分析して、その上でこの侍従殿女房なりの意見を述べています。で、うつほ物語では後に国譲りの上中下巻という3つの巻で、藤原氏と源氏がそれぞれ自分たちの血筋を引いている巫女を皇太子候補として擁立して、立望争いが繰り広げられるんですけれども、この立望争いは女性たちを中心とする政治闘争であると、政頼とか兼政がそれぞれ源氏や藤原氏の中心人物となって画策するのではなくて、藤原氏側は朱雀邸の皇后である鬼才宮、そして源氏側は東宮の寵愛を一番に受けている政頼の娘アテミアですね、後宮に入内してからは藤壺と呼ばれるわけなんですけれども、この2人が中心となって話が展開していくという、そういった点で非常に独自性があるんですけれども、そのような政治世界における女性の影響力というものに注目するという姿勢は、実は国譲りの巻になって突然現れたものではなくて、このうつほ物語の五巻目である嵯峨野院の巻ですでに描き込まれているということになるわけなんですね。はい、次、注釈の2番目です。外戚政治を施行している政頼家というものを考えてみたいと思います。政頼は
火曜の宮遣いは地たり都こう祭れども人のすくせにこそあらめ、アマトの中に一人こそ天使の親ともなるめれと言って、たとえたくさんの皇妃がいたとしても、天皇を産むのは、たった一人だというふうに言っているわけですね。この言葉からはですね、東宮の皇宮にはすでにたくさんの女性が受胎してはいるものの、次の東宮候補たるべき巫女はまだ誕生していなくて、これから受胎するアテミヤにも、まだ天使の親となるスクセを期待しうる状況だということが伺われます。で、次回登場してくる政頼の長女の侍従殿女吾もまた、侍従殿女吾という人は、これは朱雀帝第一の、長期なんですけれども、それでありながら巫女も産んでいるんですけれども、でも皇太子、東宮の親ではないわけなんですね。つまり、政頼の長女である侍従殿女吾は国母のすくせというものは逃してしまっているわけです。このことを考えますと、政頼家は一度は挫折した天皇外戚への望みをアテミヤに託そうとしているというようなふうに考えることができるかと思われます。とはいえ、もしかしたら侍従殿がね、受胎した時点で記載の宮がすでに今の東宮を産んでいたというようなことも考えられなくはないんですけれども、でもとにかく政頼はアテミヤが天使の親になる可能性というものを考えつつ、東宮への受胎というものを決断しているということは言えるわけなんです。はい、それでは今日はここまでとなります。次回は1月28日の金曜日、午後6時頃から、配信いたします。源政頼家の家族会議の丸2として、今度は侍従殿女吾が、東宮皇宮の情報というものをもたらしながら、会議に参加してくると、話し合いに参加してくるという、そういった場面を見ていきます。それではまた。